とリニューアル、まあ、この3月の末にリニューアルしたんですけれども、あのリニューアルにあたって、まあ、これまではホテルということでどちらかというと非常にクローズドな場所だったんですが、あの今後やっぱりよりこう開かれた複合的な場所にしたいっていうのがまず最初にあって、そういう意味であのギャラリーショップのような空間を内部に設置したいなという思いがあったんです。でただ私自身がもともとそのお店のようなことをの仕事をしてたもんですから、お店は作りたいとは思っていたんですけれども、わざわざこう来ていただくにはですね、常にこう情報発信をしていくというか、動きをですね作っていかなきゃいく必要があるなという意味で、まあ、ただのお店だけじゃなくて企画展をやれるようなあのギャラリーのような場が一緒に併設されてたらいいだろうなという思いであの作りました。日本が持っているこう価値みたいなものを自分たちのこうリアルな感覚で今の時代に合う形でこう再定義するようなことをやってみたいなっていうものがまずこのコンセプト全体としてありまして、まあ、一応コンテンポラリージャパニーズというあのテーマを掲げてはいるんですけれども、伝統工芸的なものからすごくコンテンポラリーなものまでを幅広くこう捉え直して、今の自分たちのリアリティを感じる暮らしの中でそういうものをどうこう価値あるものとして取り入れ、あるいは見立てみたいな作業をお店やギャラリーを使ってやっていきたいなというふうに思ってます。わってこうあんまり言いたくないんですけど、まあ、やっぱり日本は日本なんですけれども、でも自分たち自身が案外日本のことをすごく知らないなと。でもちろん海外のものはすごく好きだし、これまでも存分に享受してきたわけなんですけれども、それこそ海外の人なんかに向けられるようなあの価値を十分持ってるし、今日本に対する関心がこう文化的なレベルでも高まっているような状況があるので、あのそういうタイミング的にはとてもいいんじゃないかなというふうにも思ってはいたんですけど、基本的に半分は、まあ、常設のショップスペースで、半分は、まあ、企画展スペースみたいにして大雑把に分けておりまして、随時何らかの企画展だったりイベントをこう半分でやりながら、片方の常設のお店ではあの、まあ、コンセプトに基づいたというか、まあ、すごくコンテンポラリージャパニーズというテーマで、非常にこう珍しいこう伝統工芸的なものから非常にコンテンポラリーなプロダクトやデザイン的なものとか、ファッションというか、まあ、アパレル的なアイテムみたいなものも含めて、ね、非常にこう幅広くこうユニークで古いものとか新しいものをこう混ぜて展示しておりますね。その辺もぜひご覧になっていただけるとなって思ってます。もっとたくさんの人に来てもらいたいなっていうのが一番の本音でして、まだまだリニューアルして時間も経ってないですし、存在そのものを、まあ、特にそのギャラリースペースとかショップスペースにおいてはご存じない方もきっと多いと思いますので、もう本当に気軽にあの来ていただきたいなと。でそのためにまあいろいろこれからもあの自主的な企画展を、ちょっとユニークな企画展をやっていきたいとも思っておりますし、お店そのものもあの日本というものをテーマにしながらも、まあ、いわゆる日本のこうお土産ショップやそういうものとはちょっと違ったあの表情や世界観を持ったスペースになっているというあの自負もありますので、ぜひそれを一度確かめに来ていただきたいなというふうに思っております。コンテンポラリージャパニーズっていう大きなですねあのコンセプトはこう崩さずに、すごく幅広いことを建物全体でやっていけたらいいなというふうに思っています。希望としては本当にあのそれこそ国籍も年齢も性別も問わずですね、幅広い人たちがあの来てもらえる場所にしたいなっていうのが一つあるんです。地元の人からそれこそ海外のアーティストまで、なんかそういう人たちが混ざり合ってというかですね、あの出入りしているような、なんだろうここはっていう思われるような場所になってたらすごくいいなって思ってます。